続きまして3人目の方は、正直でまっすぐな愛の女、松浦奈子さんで、テーマ「鴨さんからの学びを2倍にして腹落ちさせられるたった一つの心得」についてご講話していただきます。松浦奈子さん、よろしくお願いいたします。改めまして皆さん、こんにちは。ありがとうございます。今ご紹介に預かりました松浦と申します。私は、ボイストレーナーをしておりましてですね、いくぶんちょっと声が大きめなんですけれどもね、お許しいただければなと思います。さあ皆さん、いきなりなんですけれどもね、ちょっと質問を皆さんにさせてください。皆さん、すごいな、ええこと言うな、この人素晴らしいなという人が目の前に現れたとします。まあ、実際今からね、この後鴨頭さん現れるんですけれども、そういう自分に比べてすごい人、まあ、逆に言えば比べて自分はできてないな、叶わないな、いけてないなっていうような状況、こういう時に皆さんどんな顔をしてそうですか？ちょっとイメージしてくださいね。なんかあんまり顔に感情が出ない方とか思われるかもしれないんですけれども、なんとなく本当にイメージでいいです。笑ってんのかな、怒ってんのかな、泣いてんのかな、悔しい顔してんのかな、ちょっとイメージをしてみてほしいんです。で、私やったらどんな顔するかっていうのを、ね、ちょっと皆さんに見ていただきたいと思うんですね。で、ここでね、ちょっとまあ前座スピーチが3人続いてきて皆さんちょっと疲れかと思うので、声を出してもらう、ちょっとお手伝いをしていただきたいと思います。皆さんの3、2、1のカウントダウンに合わせてですね、私がこう顔を出してその顔をしますので、皆さんご協力いただけますか？ご協力いただける方、拍手いただけますでしょうか？拍手がなかった人にはとてもいいところでした。助かりました。では皆さん、元気な声でこのね、状況どんな顔するかな、自分やったらというイメージしてもらいながら答え合わせを私としてください。じゃあカウントダウンをいきましょうか。3、2、1でお願いします。せーの、3、2、1。やや受け、ありがとうございます。この瞬間に別の人はちょっと寝れなかったんですね。何が言いたかったかというと、チャンスやぞという話をしたいんですよ。ほんまに目の前の人すごいな、この人みたいになりたいな、この人から学びたいなっていう時、成長のチャンスだと思うんですけれども、本当にその学びを受け入れて成長するためには、今自分ができてないとか足りてないとかダメだなっていう自分を一旦見つめて受け入れる必要があると思うんですね。というのは、そうすることで今の現在地の自分にとって本当に必要な学びをちゃんと健全に受け止めるからです。と言いますのも、実はね、この講演今ね、私させていただいてるんですけれども、リハーサルの時にね、私本当はこのマイクをね持って、ここうろ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 かっこよくしゃべりたかったんです。テッドってあるでしょ、海外の方がスピーチされるやつ、あんな風になんかこう言い返せかっこよくしたかったんですけど、なんかうまくいかなかったんですよね。で、すごいこう悔しいな、情けないなって思ってるんですけど、うまくしゃべろうっていうことをすごく頑張ってやろうとしてる意地っぱりの自分、見栄っぱりの自分に気がついたんですよ。さっき改めて、あ、またやってんな、カッコつけてやってんな。私ボイストレーナーの仕事をしているので、もうあれのまんま好きな声、気持ちいい声出そうよってサポートしているので、自分がちょっとええかっこした顔、声、喋り方、見せ方をしようとしてて、一番かっこ悪いなと思ったら、さっきあれのまんま一番かっこいい
ね、今日の主催者の名前忘れした、ね、鴨頭さんの鴨頭さんの西村さん、あ、そう、ごめん、西村さん、そう、西村さん、いや、かっこええなと思ったんですよ。で、私は西村さんを見て、あ、かっこええなって思ったのは、最初に、あ、自分情けないなっていうのを受け取ったからこそ、なおさら、すごい感じたんですよね。だから私ね、あれなんですよ、こんだけ4枚台本を書いてたんですけど、今、全然見ずに、思ったままで今、喋ってます。すごい悔しかったんです、本当に。つい1時間半くらい前だけど、さっきの、ほんまに西村さんさっきの15分前くらいに急に坊主して出てきたんで、あれ見て、うわ、かっこええなと思ったんですよ。そこから、かっこええなって受け取れた自分もやるなって思ったんですよ。というのが、今日私、皆さんにお伝えしたいこと。本当に必要な学びを受け取るためには、今の情けない自分、できてない自分っていうのも、しっかり受け取ること。で、それはそれで、いい。それがね、腑に落ちない方もいるかもしれないんですけれども、みんなちょっとよく考えてみて、今ここにいてるだけでも結構すごくないですかね。安いチケット代じゃないと思うんですよ。で、まあそういうお金のことじゃなくても、ここに今来れて、みんなで一緒の時間過ごせて、これから鴨頭さんのお話も聞けるっていうチャンスにいてるっていうだけですごいことやし、今このそれぞれ皆さん、今の皆さんやからこそここに来れて、こうやって出会えてるんだと思うんです。そこをね、まず皆さん、その権利があった皆さん、すごいことなんやってことで、皆さん自分にいいねをしてほしいんですね。せーの、いいねのやつです。いきますよ。せーの、自分にいいね。ありがとうございます。もう本当にそうなんですよ。だから、これからすごい人、かっこいい、超絶かっこいいあの人がいますけれども、比べて自分を下に見るということを絶対しんどいてほしいんです。これは私の願い。鴨頭さんは超絶かっこいい、すごい、だけどそれを聞くチャンスに恵まれている私たち、自分もすごい。そうでしょう、そうやと思いませんか。そんなことない、そうやと思いませんか。素晴らしい方なんですけど、いろんな私たちにとってまだ知らなかった、分からなかったことを、すごい努力と、すごい勉強と、すごいたくさんの経験から学ばれた先輩っていうふうに私、なんとなく感じています、ね、本当に雲の上だぞってなったら、本当にこう、へりくだってしまいそうにも思うので、あ、いつかそんなふうにたくさん学びを得てですね、あんなふうに輝けるような人に私もなっていきたいなっていう思いを込めてですね、次回の意味も込めて今日のスピーチとさせていただきたいと思います。この後も皆さん、素敵な時間一緒に過ごしていきましょう。ありがとうございました。